ユンカース JI ユンカース JI ユンカース JI は第一次世界大戦当時、低空からの偵察や地上攻撃のために開発されたドイツの装甲服容器。ユンカース J1 と混同されることが多いが、別個の機体であり、本機の車内故障は J4 であった。正式名称 JI の方の J は当時のドイツ軍容器の命名体系で装甲攻撃機を意味する。 本機は世界で初めて量産された全金属製機として知られる。速度は遅かったが、そのプロペラの直後から後部上院の位置までをカバーし、胴体の主要部分とエンジン課題を構成する装甲を備えた金属製構造は対空砲火に対する防御として効果的であった。JI は上院には好まれたが、その重々しい飛びっぷりから家具運搬車とあだなされた。 JI は1918年3月の春季構成の期間、西部戦線で使用された。戦争中に作られた JI は全部で227機に上った。現存する唯一のユンカース JI 本機のほぼ完全な機体は1機のみ、シリアル JI586-17 が残存しており、カナダのオタワにあるカナダ航空博物館に保管されている。諸言性能武装。 ありがとうございます。